はい、築地市場任せのケンシロウです。本日はですね、マダラタルミっていうお魚、今日で10日ちょうど寝かしてるんですけども、こちらちょっとおろしていきたいと思います。ジョニーさんからなんですけど、4年でまだ2本目って言ってましたね。だからかなりレアな魚の一つですね。これをちょっとおろしていきたいと思います。今回はなおさら泳がしの個体って言ってたんで、なおさらレアですね。ただですね、この表面の鱗、これちょっと固めなんで鱗引きで取ってもいいんですけど、皮目を使う場合はそうですね、鱗引きで取ってあげた方が皮目が大きめに残るんでいいんですけども、皮目を引いてあげる場合っていうのは、この鱗自体はすき引きでカットしていった方が、普通にこんな感じですき引きできていく魚みたいですね。これがたるんでるみたいな感じに分かりづれえかな。この辺がちょっとまだらな模様がちょっと気持ち悪い、独特しい感じです。基本としてはね、包丁を大きく動かしながら、でこれは筋引き使ってるんですけども、筋引き使うとね、こんな感じにしなるんで、奥側とかも手前側とかもちょっとやりやすさがあるんですね。普通はだいたい柳刃包丁でやったりとか、相手刃包丁持ってる人だったら相手刃包丁使ったりとかするんですけど、結構両刃の包丁でこういう筋引きみたいな包丁っていうのは割と使い勝手がいいのと、あと包丁自体が片刃の包丁じゃないんで安定性はちょっと欠けるんですけど、その代わりこういった鱗を切ってもへこたれないっていう刃の強さっていうのが、すき引きする時のちょっと一つの筋引きを使うメリットですね。ジョニーさんの場合は現地で血を抜いてくれてるんで、でその時にまあ内臓も一通り取ってくれてますんで、まあ、頭の、まあ、基本的に中のはない状態になってます。で斜めにこの胸びれと腹びれを表せるんですけど、こっちの頭の肉をもったいないからで、ギリギリのところを攻めながら、このひれ骨のところを切りながら切れ込みを入れていく。そしたら下身側ですね、こっち側も同じく切れ込みを入れてから、胸びれと腹びれをつないでいく。そしたら脊髄の部分で包丁を縦にして切り落としてあげる。ちゃんとここが脊髄のところに入っているは、まあ、割とスポンといきますので、こういう牛刀でやっても全然簡単に取ることができます。もう油の乗りがすごいですね。この包丁につくこの油ですね。で魚のポテンシャルを見極めるときに見るのもまあちょっとおかしな話なんですけど、まあこの腹側、ここの霜の振り方と、あとは皮目に、まあ、頭の方で1ミリ程度の白い油のラインがあれば、圧倒的に油の乗ってる魚ですね。はい、そしたら三枚おろしにしていきますので、下身側からですね。そしたらヒレの際の部分に切れ込みを入れていきます。2回目の包丁で真ん中の方まで行きたいんですけど、脂のめちゃくちゃ乗ってる魚ってこれ全然進んでいかないんですよね。骨の上をスライドさせながら、この切っ先がちょうど真ん中の脊髄の部分に当たりながら行くといいんですけど、この感覚をわからないと骨の裏側に入っちゃうんですね。もう内臓脂肪エグいですね。めちゃくちゃ脂乗ってる、怖いぐらい乗ってますね。そしたら次に背中のヒレ岸ですね。これなるべく際を攻めとかないと、まあなしでもいいんですが、縁側の部分、この部分ができれば取れた方がいい。いやすごいな、夏場のピーク時のシグダより脂乗ってますね。はい、骨に沿いながら真ん中の脊髄まで下ろしたんですね。
まあ、三枚おろしの動画はいろんな動画でやってますので、そちらを参考にしてもらって、でこういう魚は身を持ち上げるか、もう身が死後硬直で固まっている状態なので、お腹を押すことによって背中側が持ち上がるんですね。で真ん中の脊髄の部分を切ってあげるっていう形にした方が間違いないです。すごいな、油がこれがマダラタルビのポテンシャルですね。あとはまあ食ってうまいかもですよね。この後うちの場合はこのガンバラを取ってから塩をしてあげるんですけども、まあ内臓脂肪はまあ別で取るんですけど、このガンバラの部分と血合いはね、ここは結構固くつながってるんで、ここだけ一回切り離してから、まあ、包丁入れる入り口を作るって感じですね。すげえなこれ、この切っ先で頑張ってやっていかなきゃいけないんですけど、まずこの油の分を何とかしましょう。めちゃくちゃいいやつなんじゃないか、これぐらいのクオリティだな。なんか他の動画撮影用に YouTuber さんのとこに回すかって話にもなったみたいですけど、そこをジョニーさんがかっさらってくれたみたいな。こういう魚はもうほんと腹の膜一枚ギリギリで取ってあげて、骨が残っても骨なんか後で全然抜くことはできるんで、すごいな、ポテンシャルがえげつないですねすごいね、本当これもう肉っすね。なかなかお目にかかれないレベルの魚ですね、これは。すげえな、ほんと牛脂みたいになってんね。脂乗ってる魚って、ここの筋の部分が、本当にキメの細かい脂に変わるんですよね。で、引っかかる硬い筋ではなくて、口の中に入れたら溶ける筋ですね。そのギリギリだった場合はこの骨を抜いていきましょう。これを身ごと全部削っていくとうまい部分一気になくなっちゃうんで、まあ、要は大トロの部分ですよね。自分の場合はこんな感じで抜いていきますね。これを塩をしてから下味をつけて、で、まあ、身を引き締めるですね。それをやってから使っていくんですけど、10日じゃこれまだ多分全然早いですね。身が怒りすぎちゃって、まあポテンシャルもよるんでしょうけど、2週間から3週間ぐらいが一番うまい感じですかね。いい個体ほどやっぱ細胞が壊れるまでに時間がかかるんで、すごいよな。中の血合い骨を取ってみましょう。でお客さんがいい魚を見分ける時のコツで、ポテンシャルの高い魚っていうのはこの皮目からここに白い筋の部分があるじゃないですか。これが油に変わるんですね。で皮目の1ミリ、要はここの1ミリですね。この部分がこの個体の大きさ、これが2キロ弱ぐらいなんですけども、この個体の大きさでこれだけ油があるっていうのはかなりレア個体ですね。で普通縁側なんかほんのちょろっとしか取れないんですよ。
だけどいい魚ほど泳ぐ力が強いんで、まあいい餌食べてる。それにこれだけ太ってで内臓脂肪もついてくるんですけど、この縁側がすごく育つっていうのが強い魚のポテンシャルですね。そういう魚ほど筋肉がしっかりしてるんで、どうしてもすごいなこれ、ね、一個一個が筋肉がしっかりしてるんで、細胞が壊れる前どうしても時間がかかるってところですね。石垣台みたいな感じの個性もある。